20日午前、大阪府寝屋川市で、女性が数年前から乳児を複数人産み落としたと警察に申告した。警察は、現在、申告された場所を詳しく調べている。捜査関係者によると、20日午前、寝屋川市内に住む女性が交番を訪れ、乳児を産み落として、バケツにコンクリートとともに埋めたと申告があったという。人数については、 3人から4人と話していて、期間については数年前からと話しているという。警察は、女性が申告した現場で遺体があるかどうかを詳しく調べている。現在、遺体は見つかっていないが、コンクリートが入ったバケツが4つ見つかったという。警察は、引き続き調べを進めている。ネットの反応 女が母性あふれる動物とか絶対嘘やろ。三人から四人っていう曖昧さはなんでなの狂ってる。子供が欲しくて悩んでる人がたくさんいるのに。なんでこんなクズのもとに空から親を見て選んで生まれてくるとかやっぱないでしょ。絶対ない。しかし、なんで急に出頭しようと思ったんだろう。その辺の壁から、 赤子の頭がボコボコ出てくる悪夢でも見たんだろう人目につく公園とかに置き去りにした方がまだましだねわざわざコンクリ詰めとか計画性あるのかないのかよくわからない民国の日常深刻して罪滅ぼしとでも思ってるのでしょうか赤ちゃんが苦しみながら亡くなっていったことは変わりませんタガネとハンマーで割るんだろうなやらされる人かわいそう バケツが見つかかったななら本当かな父親は何してんの妊娠したことすら知らない息づずりの相手なんだろう。世の中にはたくさんの努力とお金を費やしても不妊で悩む人がいるのにポコポコ産んで捨てる体だけ健康な女もいるんだな。ひどいものだ。子供をはらむべき人間には至っていない。命を何とも思ってないんだな。たとえ子供が育っても悲惨な運命。 大パチ屋の駐車場で死ぬ運命だろう。名前も出てないが、これ正常な女じゃないだろう。知的障害か精神障害があるんじゃないか。埋めた子どもの数もあやふやな当たり、絶対そうだと思う。コンクリ殺人かよ、どっちにしてもクズ。3人から4人、3人か、4人かすら、はっきり自分でわからないのか。おかしいだろう。女の家に。 洗濯物がたくさん干してるので他にも子供がいそうな雰囲気。神奈川の白石が住んでたマンションも薄い黄色の壁だったなここの家も似たような壁の色してた事件を起こしそうなやつが集まりやすいのか何人も自分だけで出産したんだろうかすげえ強いなザマの事件で今なら言える。と思ったんだろう